的是，过去两年，海峡西岸经济区发展规划、平潭综合试验区总体发展规划和厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案相继获得国家认可。中国大使馆愿继续为福建省同日本开展经贸合作提供支持和帮助。ご承知の通り、福建省は歴史的に見ましても、また経済的にも日本との関わりが非常に深い省でございます。改革開放政策実施後、日中合弁企業第1号といわれる福日テレビは、福建省福州市で、その産声を上げました。それ以来、2011年までに1200社の日本企業が福建省に進出し、活動をいたしております。ジェトロといたしましては、我が国中堅中小企業の皆様方の海外展開を支援するために、福建省政府との関係をより一層強化し、日中間の経済交流の拡大に貢献すべく、引き続き努力をしてまいりたいと存じます。在1991年、台湾松下因应扩张产能之需，在福建省厦门市成立了建松事业处，并开始评估于厦门投资设厂的可能性。因为福この中国では16法人25拠点約3万3000人の従業員の皆さんと一緒に仕事をしております。我们带着3720万。福建人民的良好愿望来到美丽的日本，我们是来和大家叙友情、谋合作、促发展。借此机会，我谨代表福建省委书记孙春南女士、福建省省长苏树林先生以及代表团的全体成员，向参加今天经济合作交流会的各位嘉宾表示热烈的欢迎，向长期以来致力于推动福建和日本合作与发展的各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意。福建地处中国的东南沿海，土地总面积是12.14万平方公里，海域面积是13.6万平方公里。下面我给大家放一个短片，来简单介绍一下福建。福建と台湾は昔から密接な関係にあり、現在台湾在住の人口およそ 80% が福建出身者であります。海上シルクロードのすでに陸海空の一体交通システムを形成しており、今は6つの近代的な空港が稼働しております。さらに開通している2011年、福建与日本的贸易总额首次超过100亿美元，年增长率达到10.8%。日本已经成为福建第五大贸易伙伴。去年，福建省接待日本的游客是21万次，年增长的比例是23%。21万人已经占外国游客的比重15%。日本，我在福建将用福建最好的茶来招待大家，谢谢大家。